こんばっち、8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。今回は天才投手作成、右投げ左打ちの投手、フォームはアラン、好きな球団は、球団固有キャラは出てこないんですが中日でやっていきたいと思います。ということで天才カードとヒーリングカード、この2枚で頑張りましょう。はい、ではやっていこう。ドゥン、星108、弱いな。球速も最低値、今じゃない超回復ね。変化球とかね、その辺もないんでね。宝箱は、あ違う、回復マスあるのはいいんだけど、それ以外がだいぶ渋いな。でやっぱり無駄なね、初手超回復からの減少を引いたんで、もうこれはね、もう鉄板ですね。回復よし。でも弱い。139の4545、シコシコです。新しい球種ナイス、先取るか。取って回復して、やる気がないぞ。やる気と宝箱くんがないぞ。ほい、急速からの赤消すは今じゃない。輝け、輝きたくない。輝けないですね。はい、捨てに終了。やばい、くしゃみが出そうだ。くしゃみ変化球がありません。助けてください。やる気がやる気取りづれーな。ダメかな。ノリノリを引くっていうね。あ、で合うじゃん。マルティネスさん、こんにちは。回復マスはね、結構引けてる気はするんだけど。はい、ハテナマスは悪くはない。輝きたい、輝けない、輝きたい、輝けない、輝くんだよ。体力だけはあり余ってる。欲しいのは能力です。青マスです。偉人で、回復は引けるんだけどね、おかしいな。青マスが無地が輝くとか、その辺引けないと。変化球来たけど特化マスも踏めない。あ、これシャッフルしないと取れないじゃん。シャッフルマスそこにしかないし。赤を赤を赤を、ノリ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 で変化球落とすってマジでもういってるわ。やっと出てきた変化球なのに、やめてあげて。能力が赤マス今消すんかい。あ、これ会える前だわ。せい、体力だけは会えなくなったけど会えるんです。しかも急速特化にできる。マジでちょろいなこの女変化球が、誰か僕に変化球をください。ヒーリング強い、ヒーリング強い。やる気が、フラニを出していく。せい、新スタ13、普通に14まで出るわ文句言ったらね、そうなったね。これ出てくるところをゲッツする。変化球が弱えな。445、体力だけはねあるからね。これこっちも行こうかな。あぶねえ、危ねえ。ヒーリングが救われた。ラスト、まだまだ遊べるドン。箱が2個、どうだい。同じ球種かで、金徳ももらえないし、いいやつ感もらってる、入ってる。どうしよっかな、何しよっかな。回復、
アテナマス今じゃないんだよな。あ、落とすか。止まる。あ、マジ。じゃあ行こうかな。はい、正面からこんにちは。ありがとうございます。まあ、ただね、ヒーリング落としたからね、来た様々に変化球は出ない。でコンコンコンからの回強っ。うんうんうん。ああ、これトッカマスどうにかしないとダメなのか。ああ、トッカマス、まあ、急速に変えるか、まあ、変化球を取るためにこっちまでもう一回行ってシャッフルするか。回復。あ、でも下行くのが結局ここしかないんだね、ルートね。であれば、あ、やべ、回復思ったよりも体力がガンガンにあったわっていう無駄な回復をしちゃって、変化球が、うん、まだまだ取れないと。いや、コントロール出るか。まあしょうがないわな。体力はある。ハテナマスと変化球。赤マス多いのちょっとやだな。もう一回シャッフル。どうだ、うますぎ。赤マスは2個か。でもはい、超快。まだ体力遊べるドン。先こっち潰したいけどね、変化球なくなるのも嫌だから。はい、2段階はいかない。超回復。はい、赤を消す。あー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 あああ、強いな。体力がめちゃめちゃある。無視青になったらマジで神ゲーなんですけど、神ゲーになれないです。箱無視赤は一番まずい。あー、やばい、あと1個しかない。当てなます。せい、拾う。あー、プロ入り。まあまあまあ、そうなったらば、あとは帰り道拾うだけだわ。ナイス、球速4キロ。これで701だね。最後、あー、プロ入りなんだかんだでありがたかったんだな。基本能力で変化球を入れて700を超えて、素晴らしい、718。やべ、めちゃめちゃ伸ばしたな最後。無地青を引けたらマジで強かったんですけど、まあ言うてね、まあ、球速あと少しと、まあ、スタミナ少しで変化球が出るかどうかっていうところでもあったんで、十分だったかなと思います。それでは名前設定行ってきましょう。はい、名前設定しきました。名前星718からナイヤくんという名前になりました。いかがだったでしょうか。基本能力ガンガン上がりました。変化球は少し寂しいところはあるんですが、特殊能力はいい感じ。果たしてどんな成績残すのか、オートペナント回しみましょう。はい、1年間オートペナント回しきました。結果はこちら、防御率 2.20。 ちょっと低かったですね。低かったというか悪かったですかね。1点台がね、こんなにいるのよ。なんですけども、今回ね、なんと8位ということでね、結構下の方でした。この能力でだぜ、どうやったら172キロ打てんのよ。ってことで今回はね、13勝、こちらね最多勝で、13勝以上が1人だけだったんで、10敗してもね5割6分5厘で最優秀勝率を、ここはラッキーでした。で、今回は25先発で4完封4完投、そして 88% のクオリティスタートは立派ですね。ハイクオリティスタートは 52% とだいぶ落としちゃってはいるんですが、それでもね、今回は225奪三振、11.2 の奪三振率、見事投手3冠達成しました。ありがとうございます。ってことでね、はい、後の数字はこんな感じで、KBB は思ったよりもいいんだよね。6.42、 立派です。防御率だけでしたね。ということで、今回のナイヤくん、取ったタイトルは、最多勝、最多奪三振、最優秀勝率、新人王ベスト9の合計5つでした。いかがだったでしょうか。ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチ。